ウェザーニュースでは2021年第4回桜開花予想の発表をしました。2021年のソメイヨシノの開花は平年より早いところが多い予想です。九州北部で成長が加速し、全国に先駆けて3月17日に福岡で開花がスタートします。続けて18日に東京、19日に横浜、長崎が開花を迎える予想です。3月末までには西日本、東日本の各地で開花し、4月上旬には新潟や長野でも開花する見込みです。昨年と比べると同じくらいのところが多いですが、関東や東北では記録的に早く開花した昨年よりも5日前後遅くなる見込みです。全国で最も早い開花を予想している福岡のソメイヨシノの様子を今日届いたリポートで見ていきましょう。福岡県福津市の方からのリポートです。つぼみの先が黄色っぽくなってきましたといただきました。まだ硬いつぼみのようですね。西東日本では開花の早かった昨年と比べるとやや遅いペースですが、これから咲くのが楽しみですね。各地から桜のつぼみのリポートも届き始め、無事に成長をスタートさせたようです。今年もソメイヨシノの成長を見守っていきましょう。